ジャニーズが、なぜ、紅白歌合戦に出演しないのか、そして、代わりに出演する演歌歌手は誰なのかについて、多くの人々が関心を抱いています。さらに、2023年の紅白歌合戦の観覧受付についてや、出場者の発表までの情報にも、注目が集まっています。また、常連の出場者の中で、誰が納得できないのかについても、熱い議論が交わされています。さらに、注目の新人バンドである、新しい学校のリーダーズの出場に関しても、期待、と関心が高まっています。一方で、紅白歌合戦の司会者も決定したようですが、若手歌手たちについてはまだ違う。出ていないようです。彼らの起用に対しては、どのような反応が寄せられるのでしょうか。これらの情報について、皆さんの意見をお聞かせください。あなたが、紅白歌合戦に関する話題で気になる点や、注目の出場者についての予想など、ぜひコメントをお寄せください。紅白歌合戦にジャニーズは出演せず、代わりに出場するのはどの演歌歌手？さらに、2023年の観覧受付や常連の出場者、新人バンドについても文章皆さん。こんにちは。今回は、日本の音楽界のトップイベントである紅白歌合戦についてお伝えします。皆さんは、なぜ、ジャニーズが紅白歌合戦に出演しないのかご存知ですか？さらに、代わりに出場する演歌歌手は誰なのでしょうか？また、2023年の観覧受付や常連の出場者、新人バンドに関する情報も探っていきましょう。まず、ジャニーズが、なぜ紅白歌合戦に出演しないのかについてです。ジャニーズ事務所のアーティストたちは、通常、独自の活動スタイルやコンサート、展開しており、紅白歌合戦に出演する機会は滅多にありません。そのため、彼らが紅白出演をしないことは予測できるとされています。では、ジャニーズの代わりに出演する演歌歌手は誰なのでしょうか。まだ公式発表はありませんが、氷川きよしの名前が浮上しているようです。氷川きよしは演歌界を代表する歌手であり、その圧倒的な歌唱力で多くのファンを魅了しています。彼の出演が確定すれば注目を集めることでしょう。さて、2023年の紅白歌合戦の観覧受付についてですが、出演者が発表される前に受付が開始されることが多いです。出場者が一体誰なのか、会場に足を運びたい方々にとっては非常に重要な情報となります。これによって来場者の動向や関心度が大きく変わる可能性があります。また常連の出場者の中で誰が納得できないのかについても多くの人々が意見を紅白歌合戦はジャンルや年齢を超えた数々のアーティストが一堂に会し共演する場でもあります。そのためその年の音楽動向や時代背景によって視聴者が納得しがたい出場者がいることも少なくありません。さらに今年の注目の新人バンド新しい学校のリーダーズの紅白出場に関しても期待と関心が高まっています。彼らは新進気鋭のバンドであり独自の音楽性とパフォーマンスで多くの支持を集めています。紅白歌合戦のステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみにしている方も多いでしょう。最後に紅白歌合戦の司会者についてですが、まだ最新の情報は明らかにされていません。しかし、最近の若手歌手たちの活躍や人気が注目されており、
彼らが起用される可能性も高いです。若手歌手たちの新鮮な魅力やトーク力で紅白歌合戦の魅力を盛り上げてくれることでしょう。皆さんの意見をお聞かせください。なぜジャニーズが紅白歌合戦に出演しないのか。代わりに出場する演歌歌手2023年の観覧受付や常連の出場者、新人バンドについての予想など気になる点や感想などコメントをお寄せください。あなたの声をお待ちしています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。